皆さんこんにちは、水原です。水原くんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、夜です。男の夜ご飯といえば何ですか？それはもうラーメンでしょ。ラーメンでしょ。見て。麺楽。麺楽。三重県名張市にある、165沿いの、ロードサイドにあるラーメン屋さんなんですけど、前ここ、インドカレー屋があって、そこがなくなって新しくできたところなんですよ。なんとここにはですね、メニューを調べていたところ、名張豚骨という、なんだと？ここ名張市の名を冠した豚骨ラーメンがあるんですよ。ほうほう。それは地元の人間として食べないといかんでしょ。確かに。で、あとこの麺楽さんっていうのは、なんかラーメンだけではなく、定食的なものもなんかメニューを見るとあるんですよ。はい。ちょっと珍しくない？確かに。だからそういったものをちょっと食べて、地元のラーメンを紹介したいということで、あと普通に小腹が空いたので食べに参りました。はい、撮影許可いただいております。早速中入って名張豚骨とやらを食してみましょう。はい。さあ早速行きましょう。イエス。よし、じゃあ早速これがメニューやぞ。はい。見てみ、これ。名張豚骨やで。臭みのない本格豚骨。これもな、名張忍者豚骨って。これ名張って読むのよ、みんな。もともとはその感じやったんよね。そうだね。だから別の地域のこの漢字、使ってるところで名張って書いてあるとこあんねんね。あるだからこれも名前を冠してるわけやんな。うんうんうん、でこれよ、さっき言ってたラーメンじゃないのもやってるよっていうのは、もう定食があるっていうのはすごい珍しいな。カラオケとかあんねんな。うわ、ひつまぶしや。ラーメン屋さんのチャーシューひつまぶしやと。うわ、気になるな。あ、こっちにもある。セットがあんねんな。セットやな、これは。こっちはトッピングやな。おい、どうする。まず名張豚骨は絶対やんな。そうやな。でせっかくやが、この珍しいこの定食類を一ついきたいな。まあでも看板的には唐揚げなんかな。うまみ唐揚げ、そうやな。これ単品あるもんな。どんな味付けかっていうのは気になるな。これ頼んでみる。隠しメニューやな。もう隠しメニューめっちゃ書いてあるからな。いくらか分からへんね。まあ大丈夫、2万とかじゃないかしら。とりあえずその3つ頼むか、定食とラーメンと、よし、じゃあこれ行こう。いいし。ほい、来たぞ。これが名張豚骨ラーメンや。結構こう正統派な感じやな。そうやな。でもやすごいこう濃い匂いしてるぞ。これでも800円やね。安いよな。このご時世めちゃくちゃ安くない？あと、皆さんに謝罪しなきゃダメなんですけど、チャーシューひつまぶしがなんと終了ということで、これと唐揚げ定食だけになりました。はい。はい、じゃあ早速、スタンダードにいただいてみようか。このチャーシューもな、めっちゃまずいね。お、ほんまや、しっかりしとる。赤身チャーシューってな。だから、とろけるようなタイプではないんや。よし、じゃあまずスープをいただくぞ。いただきます。いや、でもな、ガツンやで。マジで、ガツンくるわ。臭みがないって書いてあったから、あっさりかなと思ったら、そういうことではないんや。確かにな、匂いはそこまできつくないんやけど、味というか、なんていうの、こう舌にのせた時の油感が結構ある。で、麺は細麺の固め。はい、いただきます。いわゆる博多豚骨の固めの、でも結構ブリブリしてるわ。うまいぞ。チャーシューいってみる。ごついで。ごついよな。これが硬いかほどけるかや。あ、結構なしっかり系や。固め。味濃いな。マジで。ジャーキー食ってんのかよ。味濃いわ。いいや。すげえ。おい、君のも来た。来ましたよ。ドン。唐揚げってしょ。でっか。でっかでっか唐揚げ。バカでかくね。さあこれみんな見て、ここの唐揚げは揚げ置きしないので揚げてるんやってな。実際今揚げたての匂いがすごいしてる。うまっ。サクサクやろ。でっかいな。これ食える厚さなんかな。いただきます。あ、めっちゃええ音してる。めっちゃええ音してるやん。あ、ザクザク、しっかり醤油味。うまい。あんまり君塩分あかんからさ、ちょっとだけスープ飲んでみ。スープすごいな、ガツンやで。いただきます。あー、ガンとくるけど、あ、でもあっさりっちゃあっさりやな。なんかな、脂がしっかり乗ってる感じがするな。ちょ、唐揚げくれ。よし、君が比較すると唐揚げの大きさよくわからんから、俺と比較してもらおう。でっかこれやで。いけよな。あ、でもな、揚げたての匂いするわ。いただきます。聞こえる？俺に聞こえてるから絶対聞こえてるよ。しっかり醤油味やな。本当に醤油なんやな。なんかその生姜とかニンニクとか、そういうのじゃなくて、そうオーソドックス、ね、なんか町のお肉屋さんの唐揚げみたいな。うまい。じゃあ存分にいただくか。よしよし。
ごちそうさまです。はい、見事いただきました。はいはい、キムから揚げ定食、ごちそうさまと言われて、はい、あのね、最初ガツンってくるなと思ったけど、うん、食べ進めてるとやっぱ豚骨ってこうくどさが途中で出てくるやん、うんうん、がないから、おやっぱりキムが言ったようにちょっとあっさりなんかもしれんな、うん、本質は。いや、しつこくなくて食べやすいぞ、うん、女性にもおすすめ。まあこれもね、大きくて、うん、結構まあガリガリやんか、食い応えがあるのよね。ほんまにもう最初から最後まで咀嚼音聞こえて、うん、そうやな全然その時間が経ったからあかんくなるっていうこともなく、まあ、最後までガリガリと食い続けれるそれちょっともうなんならガリガリ食うんやな、これな。いや、美味しかった、ハロがよし はい、ということで麺楽さんで、うん、名張豚骨なるものを食べたから、はいはい、あっさりやったぞ結果まあそういうことなんやろな、食った後にそう思うなら。だから初回にガツンって感じる味の強さもありつつのあっさりやから、うん、それはすごいってこと。確かにな、やっぱりこう名張というかその関西地方っていうのはラーメン不毛やからさ、うんうん、やっぱこういう名を冠せるラーメンっていうのは頼みたくはなるわな、うん、ね、安いぞ。確かに800円やね安い。一蘭行ってみ通常のやつ1000円超えとるからな。唐揚げ定食も安かったからな。よかった。で全部乗せってあったけどあれ1000円やから全部乗せ1000円ってな。そう、あれ一蘭行ってみ2000円超えるぞ。2000円超えるからな。だからこうロードサイドで見つけやすいから、はい、こんなでっかい看板あるから、うん、皆さんもぜひ165を走る機会があって、お昼時晩飯時にこう麺楽さ通った時にはね、ぜひキュッて寄ってもらって、はい、名張ラーメン、唐揚げ定食、うん、その他いろんなラーメンを食べていただきたいと思います。これからも三重県内の美味しそうなお店見かけたらいろいろ寄っていこうと思いますから、ぜひ皆さんその動画をお楽しみにお待ちいただきたいと思います、はい、次回訪れるのはあなたの店かもしれません。はい、ということで名張市にある名張豚骨ラーメンを提供するラーメン屋麺楽さんにお邪魔させていただきました。この動画を見て名張豚骨が気になったよという人は高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。